他のみんなの顔を出すんじゃないかな。興味があったら探してごらん。いるから、派生人イサリボとか。この商店街ができたわけを教えてくれる。私の姿がこの建物の後ろの道まっすぐ歩いてごらん。見つかるから、よかったらやってみて。それじゃね、おやすみ。なんだかずいぶんにぎやかだね。チカ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 光が眩しい。今日は何？お祭りかい？違うね、やぐらが立ってないの。あの立派なやぐらはさ。じゃあ何なの？光の縁日？ワークショップ？不思議なことをやってるね。目が覚めちまうよ。この街の夜は暗い。ずっとそう思ってた。これでこうしてみると随分明るくなってるんだ。昔はここももう少し広くてね、暗闇をすっぽり抱えて怖いなんて言われてた。ここまで来るのに細い道を通ってきたよ。古めかしいというか、レトロな建物が並ぶ道。今は駐車場が増えて見晴らしがいいけど、昔はもっと建物があったんだよ。あっちに一つ、こっちに一つ、ホテルみたいに看板が灯ってさ、道の両側にはスナック、居酒屋、小料理、まあ気分が一人。どの店に入ってもお酒が飲めて、料理が食べれて、話せて、歌えて。人間の感情というと何だっけ？楽しい。楽しいって気持ちになれるんだ。昔は何にもなかった。私がここに来たのは60年前だけど、本当あたり一面見渡す限り田んぼ。私の後ろの方、ずっと向こうに運河原ってのがあってさ、よく氾濫して水浸しになってた。子供の首のところまで水に浸かるの。あっちの方には沼があったし、いわゆる谷地だったんだね、ここは。その頃、横浜で UFO の写真が撮られたんだよ。日本で一番最初に撮られた空飛ぶ円盤の写真。空飛ぶ円盤って知ってる？宇宙人の乗り物なんて言われてるね。最初に一つ、その次の年には五つ。光の塊が横浜の空を飛んでく姿が写真に収められた。実は乗り物じゃないんだ。空飛ぶ円盤の正体、あれはね、私だよ。私は光の玉になって飛んでる姿が写真に撮られちまったのさ。その頃の私は故郷の星から飛び出して宇宙をさまよってた。星から星へ渡り飛んで何かを探してた。いわゆる自分探しってね。
一生懸命になれること、人生をかけて打ち込めれること、そういうのを探してたんだけど、猫の星に行ってもしっくり来なくて、違うな違うなってさまよって、死んだ時この星にたどり着いたんだよ。旅してたもんだから、だいぶくたびれててね。違うな、絶対にそんなことないんだけど、ふらふらしてたもんだから、写真に撮られちまった、バシャッなんつって。今もよくやってんだろ、スマホ、あれで有名人見たら思わずパシャッと、あんな感じ。そこから夜夜北の方に向かって、あーもう疲れた、ちょっと休もうって降りたのがここ、まさにこの場所、田んぼの真ん中。ところで、ケラ事件って知ってるか？60年前、中学生が田んぼで UFO を網で捕まえたって事件、高知県で起きた本当の事件だ。ところが、実はこの町でも UFO が田んぼで捕まえられた。なんとなく察しがつくだろう、私だよ。動けなくって休むつもりでぷかぷか浮かんでったら、バサッ頭から網かけられてさ、 UFO だ UFO 捕まえたなんて言われて、家に連れて帰られて、そっから60年この町にいる。なんでだって、わけもあるんだよ、この町で暮らそう、そう思うわけだ。さ、私はさ、火星の出身なの。火星、わかる？空を見たら赤く輝く星がある、それが火星。昔 NASA が撮った火星の写真に10年になってもらった。生き物なんかいないはずの火星に人間の顔を彫った岩がある。こんなの見たことない、有名な写真だよ。ある学者はこの写真から地球の文明をもたらしたのは火星人だって推理した。すごい推理だね。何をどう考えたらそう推理できるんだろう。この推理は一つ大きな間違いがある。人面岩は岩じゃない。岩なんだけどさ、顔を彫ったんじゃないんだよ。私たち火星人には体がない、心だけで生きてる。でもね、それだとやっぱり不便なんだ。だから時々こうやって物に塗り移るの。そうすると物が見えるし聞こえるし、こうやって喋ることもできる。つまりね、あの人面岩は今の私と同じ、物に取り付いた火星人なんだ。岩で完成するは間違ってた。けどね、一つ当たらずとも遠いからずな部分がある。火星人は地球に文明をもたらしたってとこさ。地球の文明は地球人が作った、けれどこの町はちょっと違う。田んぼだったこの場所に飲み屋がたくさん集まったのも、緑市に帰って商店街ができたのも、緑食いさんに認定されたのも、全部私たち火星人が関わっているの。地球人と私たちがお互いに知恵を出し合って喧嘩し、分かり合い、一緒になってここまでやってきた。今じゃねえね、火星だけではない、
いろんな星からやってきたいわゆる宇宙人がこの街でこっそり暮らしてる。ルペの店とは言えないけど、マーのマスター、スナックのママ、パンのお姉ちゃん、地球人みたいな顔して簡単になってるから探してね。本当にいろいろなことがあったよ。街ができて、商店街になって、人が集まったりいなくなったり、60年飽きなかったな。この街の歴史とかもっと話してあげたいけど、ちょっと疲れた。久しぶりに喋ったからさ。今日はこんなに杉の光がキラキラきらめいてるから、他のみんなで顔を出すんじゃないかな。興味があったら探してごらん。いるから。そうでしょ、イサリビーとか、この商店街ができたわけを教えてくれるよ。私の背中は、この建物の後ろの道まっすぐ歩いてるの、ね、見つかるから。よかったね、よかった。それじゃね、おやすみ。